皆さんこんにちは。ランニングは科学だ。スポーツサイエンスラボの辺見です。ニトです。ニトです。三井です。三塚です。はい、よろしくお願いします。探りながらですね、お互いが5人での動画って初めてじゃないですか。三田さんとかすごい久しぶりですよね。ゾクゾクするよ。ゾクゾクしますか。ゾクゾクするよ。今日の企画、そもそもラボのスタッフがどういった人間かっていう自己紹介動画がまだ撮れていなかったので、ちょっとクイズ形式で動画を撮りたいと思います。名付けてスポーツサイエンスラボスタッフ検定。はい、ありがとうございます。全部で10問になります。で、視聴者の皆さんは、10点満点目指して頑張ってください。で、スタッフもそのクイズに参加いたします。スタッフは自分の質問以外なので全部で8点満点になります。クイズをした中で一番点数が低かったスタッフには罰ゲームをしてもらいたいと思います。おお、なんやそれは。やだ。めちゃくちゃ面白い動画をご自身の SNS で発信してもらいたいと思います。いやー、厳しい。やったいっす自分。やだ。いや、もう始めてください。まあ、やってないとかじゃなくて、スタッフのことを知っていれば全員満点でその罰ゲーム受けるってことはないので。そう、強いだね。確かに確かに確かに。じゃあ1番目マジ質でいきます。おおおお、出てますか。出てますか。出てる。出てきた。あちゃー。この3番目が僕です。プロ。おお、あちゃう。あちゃうって、はい、今の動画は一昨年の 800m のレースの最後です。今のレースは僕のタイムは何分何秒だったでしょう。うわー、難しい。わかんねー。何分何秒、一応何何までお願いします。 800m の日本記録を教えてください。日本記録が1分45秒75です。日本学生記録は、あ、学生記録もそれです。へえ。よし、 OK、 できました。はい、できました。一斉に札を上げてください。うん、やん。え、だいぶ近いね。おお。おお。俺と辺見くんとかほぼ同じなんです。近いですね。近っ。でも見た目そんな遠くないね、やっぱりね。やっぱりこのラインになるんですかね。正解は1分50秒98でした。わあ。何の試合なの？あれはなんか筑波での記録会で、最初早すぎて最後持たなくて、もうなんとか倒れながらゴールしたレースです。正解がなかったら一番近い人が出てもらえることにします。はい、よし、じゃあ私から問題出します。僕の出身校が白川中央中学校、白川朝日高校になります。その白川中央中学校と朝日高校、どっちもユニフォームの色が同じだったんですけれども、何色だったでしょうか。これは OK。 これはわかるよ。で、わかります。メインの色だけでいい。メインの色。検索なしですよね。検索はなしです。これはさ、天美のインスタとか見てたらわかるっしょ。皆さん、書けましたね。じゃあ、一斉に答えオープン。オレンジ。白。おー。なるほど。でも正解者います、一人だけ。だよね、だよね。だよね。はい。正解は、三塚くん、オレンジです。これはさ、辺見のインスタとか見てたらわかるっしょ。三塚くん知ってたの？やっぱ辺見さんのことはよく分かってるつもりです。言うよね。言うね。さすが。じゃあ三塚くん1ポイントで。はい、次、私がチアリーディングという競技生活の中で地区大会、全国大会、世界大会など集め、優勝した回数は何回でしょう。やば。え？難しいわ。大会もね。そう、地区大会も含めて、自分が出てる、ちゃんと出てるやつで、地区大会で優勝したら全国大会っていう形になります。俺、モモペディアいつも見てるから。モモペディア見てたらわかると思う。 OK ですか。はい、はい。18、14、10、16、2桁皆さん超えてますね。正解います。正解は、三田さんですの10回。おすげえ。すごい。あとあと、ちょっと、モモペディア見てるから。わかる。わかる。お、行きます。次、じゃあ俺か。じゃあ俺も競技の質問にするか。俺と三田が初めて対決したのが、高1の国体の時だったんだけど、その国体の予選会で 3000m を
走りました。その時の私のタイムは、あ、3000の日本記録教えてください。7分41.2ぐらい。高1の3000の日本記録って誰持ってるんですか？俺もわかんないな。確かね、ゆうすけ、三田とかいうやつだったの。かっこいい。その時は何言った？自己ベストだったの？自己ベストだった。あー、多分これ合ってるわ。はい、OK です。どうぞ。じゃんじゃん。おお、これは正解はいないと思うんだよね。正解はいないけど、一番近いのが三田。よし、何秒ですか？8分30秒。何がしだった。あー、はい、はい、じゃあちょっと考えてたけど、じゃあ新田のさっき の問題にじゃ関連付けて、予選が終わりました。予選の日の僕の就寝時間は何時でしょう？待って、答え書いとくわ。覚えてるから。これもうバリバリ怖い先生だったからね。準備お願いします。はい、じゃあ一斉にオープン。じゃん。サービス問題だ。あ、一緒だ。おい、いつかと一緒だ。おお、逆に早いっていう。正解はこれです。じゃん。うわあ。ないですな。その時間やん。いや、サービス問題やったから。高校厳しいとか関係ないやん。関係ない、関係ない。しかも次の日さ、その高一日本記録出すっていうからさ、もう8時ぐらいには寝てパワー運動するかと思ったら。寝たくして時間がかかった覚えがある。ということで、後半戦ちょっと頑張っていきましょう。はい、はい、2周目、三塚くん、お願いします。はい、前回の質問動画でも、僕の好きな食べ物はポッキーという話をしました。そのポッキーには1箱に2袋入ってるんですけど、1袋あたり何本のポッキーが入ってるでしょうか？あ、極細です。僕はポッキーの極細ばかり食べてるので、1袋あたり何本？通常の時だよね。サービス増量中じゃないと。サービス増量中はなしで。なしで。サービス増量中で、ね、ポッキー買ったこと1回ぐらいしかないと思う。結構入ってるよな。全然わかんないわ。お出しください、どうぞ。じゃん。お、何回入ってんの？25、30、24、10。正解者います。おお、正解は、よっしゃ、25本でした。どうって、25にしようかなと思ったんです。あ、まあ、そういうのいらない。いらない、いらない。最後の最後、じゃあ続いては私ですね。はい、じゃあまずはこちらをご覧ください。おお、これですね。これは僕の白川朝日高校伝統のダンスパーティーって呼ばれるコスプレでのダンスをするっていう行事の一枚です。その時、僕は何のコスプレをしているでしょうか？それってさ、はい、キャラクター、それとも人間の種類？アニメのキャラクターです。あ、もう一回見てもいい？なんかこれを作ってる制作会社が有名なんで、ハートで顔が隠れてる、うん、左端の女の子も、うん、そのアニメの違う役のコスプレしてます。あ、わかった。まあ、ヘンリ君ならそのキャラになるよね。これ、へそ出しコーデだったんですけど、急に女子がへそ出す格好を用意したんで、当日俺がこれ着たら、なんか父母と教師の会長みたいなのに呼び出されて、なんかその格好はハレンチだからやめなさいって、なんかすごい説教を食らいました。書けましたでしょうか？はい、一斉にお出しください、どうぞ。じゃん。はいはいはい。はい、あの正解は三田さんのアシタカです。トトロではない。アルツの人って。じゃあ三井さん、お願いします。はい、これは私とよく会話をしてたら答えれる問題です。はい、私の好きなタイプは髪の毛が何々で何々な顔をしてる人。はい、わかりました。わかんない。もうサービス問題じゃん。まあ、髪型が何々で何々な顔をしてる人、よく会話してたらわかるはず。あ、わかった。いきます、せーの、ドン。はい、長髪で塩っぽい顔。目にかかってて塩顔。髪型が前髪ありで軽くボサボサで眠そうな人。髪の毛が金髪で端正な顔をしてる人。違います、ドンピシャで。
三田さん、その趣味がよく分かんなすぎて覚えてんだよね。こんなに怒られてるイメージある。次、龍太郎選手。私は中学校1年から2年まで柔道をやってたんですけど、柔道をやってた時の最高成績は何でしょう。まあ長距離選手にしてはガタイがいいって言われてたけど、実はそれをね、柔道で培ってきたんですよ。なるほど。ちなみに俺の得意技は一番階級が下だったんだけど、なんか当時からね、やや腕力があって、相手の道着をグッと押さえて相手に技を出させないで反則を相手に与えて勝つっていう戦法です。どういうこと？倒さないといいの？いや、俺は技をかけるのよ、相手を倒そうとして。ああ、だけど相手の上半身グッと押さえてると相手がなんか技かけられなくなって、お前技かけろよみたいな指導を受けて俺、はいはいはい、ありますよね。そういうパターンが多かった。そう、こついっすね。狙ってたわけじゃないよ。確率と同じこついって性格出るよね、そういう戦い方。ではお願いします。県大会用意とかすごい県大会勝ってる。何？2回戦進出。一生ぐらい。何の2回戦？何の2回戦？なんか、いつかいろいろ妄想しすぎじゃない？ちょっと。本当の正解は、県でベスト16でした。あ、16か。16。じゃあ、一択が一番近いかな。やった。サービス問題、サービス問題ね。出ました。はい。僕は高校生の時に、実家から、まあ、豊川工業高校まで通ってました。で、まあ、ドアトゥードアでだいたい2時間ぐらいかけて行ってました。その時に早起きしないといけなかったんだよね、割とね。で、毎回その時間に絶対起きてた時間があって、それは朝の何時何分でしょう。時間好きですね。これサービス問題、誰でも当たる。そう、近かったらポイントもらえるからね。頼む、これで来てほしい。これで。では、正解をどうぞ。せーの。パンチャー。おお。新聞配達やん。はい。正解は、じゃじゃん。イエーイ。早い。4時40分。じゃあ、ももちゃん正解。正解。ポイントじゃあちょっと確認してきますか。私が3ポイントです。俺ね、多分4ポイントぐらいもらってると思う。三田さん4ポイント、ももちゃんが1ポイント、三塚くんが僕が1か、三田さんので2か。はい、2か。三田さんが0です。マジ？イエーイ。なるほど、三田さんはスタッフのことをあんまり知ってないんですね。寂しいです。寂しい。お前らに興味なかったからな。面白い動画楽しみにしてます。してまーす。はい、ということで今日の動画はこんな感じで締めたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。Uber Eats をよく頼んでるんですが、はい、ジムで頼むときのお気に入りのメニューは何でしょうか。じゃあ皆さんお願いします。せーの、カレー。カレーかま。最近 Amazon プライムでハマっている動画は何でしょう。アニメです。アニメ、アニメ。これ湘南から動いてないからさ。湘南から動いてないです。時代が出ちゃいましたね。時代止まってる。答えは鬼滅の刃です。やだ。スダダンも好きですけど。見たのビリ確定。見たのビリ確定でございます。動画配信と一緒のタイミングでアップするということでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。